ジュノのバースデーイベントにお集まりの皆さん、せーの、 J to the G、 J です。よろしくお願いします。アニョハセヨー、チャージですよ。おごちぼつよー。 J ジのリーダーお兄さん、今日誕生日、主人公ジュノです。よろしくお願いします。はい、皆さん、よよよよ。はい、僕はジェイジの弟、グミです。よろしくお願いします。皆さん、その T シャツ似合ってますね。それ誰がデザインしたん、それ。そう、俺やったっけ。あ、すごいセンスあるな。では今からですね、日本の名曲、そして韓国の名曲が、流れていきます。それを、まあ、イントロ式でクイズで出していきたいと思います。あ、すごい。で、ここに台があるんですけれども、一本ここにマイクを置かせていただいて、分かった人は向こうからダッシュで走って、汗かくな。日韓イントロクイズ第1問です。どうぞ。ですね、合ってんのかな。 K さんのオンリーヒューマン。ブー。じゃあジュノに質問ある人。ああ、はい、早かった。じゃあ僕が行きますね。セクシーダンスして。ちょ、なんだって。あ、最後さっぱり分かんない。僕がチェックしますね。セクシーダンスやってほしいって。合ってるよね。ありがとうございます。あのボックスの中から1枚引いて、はい、書いてあったものをお客さんからあの借りてくるという企画です。あ、そういうことね。そうですね。その中には腕立て伏せやスクワットなど、またかよ、筋トレメニューも書いてあって、腕立て伏せ10回。全力笑顔で客席を一周です。スタジアム10回。おい、お願いします。何やん。言うけどさ、男はやっぱり腹筋大事でしょ。こんくらい割れないとね。こんくらい割れないと腹筋って言えないんですよ。